そうしましたらね、組み立ての方に、入っていきたいと思います。よいしょ。それではね、やっていきましょう。まずはステアリング、こちらですね。よし、これとダッシュボードを、合わせます。そしたら、足回りと車内、シートね、組み付けたり、していきたいと思います。まずは車内をやっちゃいましょうか。これ先ほどね、塗り分けしたパーツですね。じゃあ接着していきましょう。これで車内のね、パーツが揃いましたという形で、次に、シャーシー、足回りの方ですね、やっていきたいと思います。あとはここもね、組み付けるだけになっていきますので、調整しますのでね。で、これがここに来る、ここに来るわけだね。
思ったらここにね消火器のモールドがありますんで、この消火器のモールドを塗ってなかったですね。ちょっとこれをちょっとこれ接着しちゃったけど、そうしましょうかね。よし、はい、それじゃあね消火器のモールドを塗装していきたいと思います。よし、まあ単純に赤で、塗装してあげればいいかなと思いますのでね。よし、水性のパルプを使っていきたいと思います。まあ、こんな感じで赤が入れば、ね、消火器っぽく、見えるんじゃないかなと思いますのでね。よし、ちょっともうちょっと細かいところを行きましょう。そうしたらちょっと先ほど塗り忘れたところがあったんで、このフラットアルミですね、これを使ってやっていきます。マフラーですね、ここに出口が、マフラーの出口がありますので、これをね、塗装しておきます。一応シャーシ側にもね、マフラーの、モールドがありますのでね、これちょっと銀かどうかわかんないですけれども、まあ、この辺は模型映えということでね、銀分に塗っておきましょうかね。あとはどっかを銀で塗ろうと思ったんだけど、どこだったっけかな。あ、そうか、消火器、消火器の頭ですね。頭を銀色に、はい、それじゃあね組み立ての方をさらに進めていきたいと思います。まずはですね、こちらのダッシュボードですね、これを車内に取り付けていきます。よし、 OK かな。一旦これを外して、そしたらいよいよね、ボディと、シャーシの方を合体していきたいと思いますけれども、ここのねはめ込みがちょっときついんで、ちょっと注意しながらやってもらいたいですけれども、
来たかな。よし。よし、OK。これでハマりましたね。はい、よし。そしたら、足回りをね、つけていきたいと思いますけれども。あとちょっとだっていうところでね、焦らないようにゆっくりゆっくりとやっていきましょう。ここで焦ると全部が台無しになっちゃうんでね。よいしょ。よし。これで今ね、ほぼこう形になっていた状態になりますので、一旦これでちょっと少し、乾かして様子を見たいと思います。で、まあ、乾いたなっていう頃を見計らって、まあ、タイヤとかも、つけていきたいと思いますのでね。はい、じゃあちょっと時間を取りましょう。よし、じゃあね、続きをやっていきましょう。まずはタイヤですね。タイヤをつけていきましょう。まあ、これタイヤ見ていただくと分かるんですけどね、深淵ではなくて下がこう潰れたような感じになってます。いわゆる今自重変形といってね、まあ、当然、車両重さがありますので、その重みによって、少しね変形している状態になってますので、この平らのところがねこう地面側に行くように、慎重に、接着していきたいと思います。よいしょ。よし、じゃあちょっとこれが、ちょっとね、接着剤が落ち着くまでこのままにしてましょう。そしたらね、このミニミですね、M249 をこの重座につけたいと思います。よし、オッケー。そしたら、あとは、乾かないとどうにもならないか。よいしょ。じゃあ、ちょっと、もう少しね、タイヤ乾くのを待ちましょう。そうすれば、最終的な、一気にね、組み合わせまで、いけると思います。
よし、はい、それじゃあね、最終的な組み立てね、入っていきたいと思います。まずはじゃあね、ちょっともうせっかくなんで窓枠の窓のマスキングも剥がしちゃいましょうかね。よいしょ、よし、オッケー、よし。そしたら、そしたら何かを俺は忘れているか。あったあった。まずはこのスコップですね。スコップ。このスコップをここにピチョッとつけていきたいと思います。よし、そしたら、次にクリアパーツをつけていきましょうかね。こちらのね、テールランプとヘッドライトを組み付けていきたいと思います。よし、はい、これでこの機銃座が乗れば、よいしょ、はい、陸上自衛隊の、軽装甲車ね、ラブの、国際、共同体仕様が完成しましたという形で、はい、じゃあね、ちょっとこれの、まあ、完成、画像を皆さんに見ていただいて、この動画の、締めとさせていただきたいと思います。だけで、まあ、これ見ていただく通り非常に小さいですけれども、よくできていると思いますのでね、正規の発売を皆さん楽しみにお待ちください。